はい、どうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。今回やっていくのはこの面白い図形問題、 AB イコール AD、 角 C イコール30度であるとき台形 ABCD の面積を求めよう。この問題ですね、ジュニア算数オリンピックの問題なんで小学5年生でも解けなきゃいけないんですよ。なので当然ルートは禁止。じゃあこの問題ね、どうやって解くかって言ったら、これ実は図形をうまく組み替えてあげることによって非常に気持ちよく解くことができるんですね。しかも今回ね、2通りの方法を解説していきます。まあ、僕がねこの問題を初めて、初見で解いた時にどういう風にパズルに取り組んでいったのか、その思考プロセスもね合わせて学んでもらえたらいいなと思います。それでは初めに、この図形台形なので上底下底高さが求められればいいという風に思うんですけど、このね上底と高さ、ルートをね、使わないと解けないんですね。なので、まあ、小学校の知識で解くってなると別のアプローチをしなきゃいけないと。じゃあどういうふうにするのか。まあ、こういうね、図形問題を見てあげた時の、まあ、鉄板の考え方として、複雑な図形は分割して考えると。まあ、例えば今回、こういうふうに垂線を下ろしてあげると、この部分が正方形になりますね。左側は正方形。で、右側は30度、60度直角の、三角定規型の直角三角形ができると。じゃあ、ここからね、何をしていくのっていう話なんですけど、ここが5センチっていう情報からなんかうまく組み替えることは難しいなぁ、で止まってしまうんですね。で、ここはね、まあ、結構有名な考え方、まあ、特にね、小学生にとっては有名な考え方なんですけど、まあ、こういうね、図形があった時に、たくさん並べてうまくね、組み合わせてあげると。まあ、どういうことかね、よくわかんないと思うんですけど、直角三角形を見たら、ね、この直角三角形を見たら、こういう風に4つ並べるっていうのは結構定石なんですよ。ね。1個、2個、3個、4個と、こういう風に並べてあげると、全体として大きな正方形が出来上がるんですね。この直角三角形4つ分だけに着目すると、大きい正方形から小さい正方形を引いたものになると。でも今回、この正方形がありますよね。そうすると、ここの正方形にうまく入れ込めないかなっていうふうに考える。そうすると、まあ、あることに気づくわけですよ。この直角三角形っていうのは、まあ、三角定規型、すなわち1対2ですよね。この長さが1対2。ということは、この正方形とこの正方形の一辺の長さの比が1対2。ということで、この正方形を4等分してあげると、この正方形がここに丸々写すことができるんですね。なので、元々の台形っていうのは、まあ、こういう形にそのまま写すことができて、これ4つ分って結局、大きい正方形1つ分ですよね。で、あとは、この正方形のね、面積が分かればいいんですけど、この長さが5センチ。じゃあ、この一辺の長さはって言ったら、5センチから丸を覗いてあげて、それに丸を加えたので、まあ、これも同じく5センチと。よって正方形の面積は 5×5、 これは台形4つ分なので割る4して答え 6.25 平方センチメートルという風に求められるわけです。こんな感じでこの直角三角形に着目してあげて、この形を4つ寄せ集めてあげるっていうのがこの解法のポイントと。じゃあもう一つね、また面白い解法を紹介します。先ほどはこの台形を正方形と直角三角形に分けたんですけど、このように2つの三角形に分けてみましょう。そうすると、このね三角形 ABD っていうのは直角二等辺三角形っていうのが出てきますよね。まあ、ここも45度。で、何をしたいかっていうと、この形のままだとうまくいかないんですよ。なので、等積変形をしてあげる。具体的には三角形 ABD を、まあ、このように BD と平行な線を考えてあげることによって、A を移動してあげることができるんですね。じゃあどこに移動するのって言ったら、今回台形、すなわち四角形だからちょっとめんどくさいわけで、うまく三角形に変形してあげようと。なので CD の延長線上に点 E を取ってあげると。そうすると三角形 ABD っていうのは三角形 EBD に移るので、結局台形全体の面積っていうのは三角形 CBE、 この三角形の面積に移すことができるんですね。じゃあ、あとは、この BC の長さが5センチなので、この高さを考えていきたい。そもそも三角形 CB ってどんなね、三角形なんだろうっていうことを考えなきゃいけないんですけど、まあ、ここが30度、45度だから、ここの部分が75度ということがわかる。で、こっから先ね、ここの角度、よくわかんないなっていうふうに止まってしまうんですよね。じゃあ、ここでね、何をすればいいのかっていう話なんですけど、これまた算数界では有名な事実。
この頂角が30度の二等辺三角形に関する話。まあこれね、底角の部分計算してあげるとどっちも75度になるんですけど、こいつのこのね長さ、例えば2センチにしましょう。この二等辺三角形の面積、簡単に求めることができて、このね二等辺三角形を下に折り返してあげる。そうすると、まあこういうふうにピーって線を引くと、ここの部分は頂角が60度の二等辺三角形、すなわち正三角形になるんですよ。なのでここの長さが2センチ、すなわちここの高さっていうのはその半分の1センチになると。まあこんな感じで、2辺の長さが2センチだった場合、この高さっていうのはその半分になりますよっていうのが、まあ、算数界のよく知られた性質なんですね。これを使ってあげると、例えばね、平行移動について、ここに直角二等辺三角形があった場合、このね底面を例えば丸にみたいに置いてあげると、この直角二等辺三角形の高さっていうのは、まあ、ここが1、1。で、ここの長さが等しいから、まあ、丸1になると。で、全く同じ理由で、頂角が30度で、底角が75度の二等辺三角形っていうのも、まあ、ここが丸2、丸2。で、この高さっていうのは、その半分の丸1になると。こんな感じで、直角二等辺三角形と、この二等辺三角形の高さが等しくなるんですね。これを使うと、さっきのね、ところの三角形 ABD と BDE のところに全く同じ形っていうのが出てきてるんですよ。この三角形 ABD が直角二等辺三角形。で、ここのね、角 BDE っていうのはさっき求めた75度なので、この底辺が等しくて高さが等しくなるためには、ここの部分が30度、75度になってないといけないんですね。これがわかると、三角形 BC も30度、75度、75度の二等辺三角形になるので、BC が5センチだったら、その高さはその半分の 2.5 センチ。よって求めたい答えは、底辺×高さ割る2で 6.25 平方センチメートルという風に求められるわけです。まあ、こんな感じでね、この解法のポイントは、台形をうまく三角形に落とし込んであげて、30度、75度、75度の二等辺三角形の性質を利用するというものでした。ということで今回ね、この二通りの方法で解説してきたんですけど、どちらもね、非常にパズルみたいで面白いですね。まあ今後もね、こういった面白い問題たくさん取り扱っていこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。